はい、こんにちは、じゅんです。今日もですね、マイケルゴルフ TV のマイケルさんとコラボ動画でございます。よろしくお願いします。マイケルアシュガーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回の動画は、はい、まあ、よく、まあ、シャンク出るんで、うん、どうやったら直したらいいですかって、うん、こうコメント欄とかあったりするんで、まあ、そのシャンクどうやったら直せるか教えていただきたいなと思います。私はあのシャンクあんまりほぼ出ない。なるほど、そうですよね、はい、シャンクしてるの見たことがないですよね。そうですね、ほぼないんですけど、たまにこう緩んでバチってなっちゃう時はありますけど、基本出ないんですけど、うん、まあ、シャンクで悩んでる方多いんじゃないかなと思うので、ちょっと教えていただきたい。フォロワー様のために。そうです。さすがですね。そこら辺ですね、あのやっぱりチャンネル登録メモしとかないといけないですね。はい、ね、フォロワー様長いことやってるんですけど、何も。そうですね、はい、素晴らしい。そこは大事です。大事です。シャンクね、結構悩まれてる方多いです、うん、実際は。で、結構悩みが深い。あ、そうなんですね、うん、シャンク悩んでる方って僕ほらレッスンしてるじゃないですか、はい、単純にスキルアップしたいっていう方がほとんどなんだけど、うんうん、苦手克服で来る方って結構いるわけですよ、うんうん、でそのレッスンの最後の砦で来るっていう方って結構いるんですね、はい、結構大変じゃないですか、はい、で僕らとしてもこういう業界でこういう職に就いてるってことは、うん、どうしてもゴルフ続けてもらいたいっていうのがあるんですけど、うん、その2台辞める原因、はい、四十肩五十肩問題、肩でバス上がんなくなっちゃう、はい、であとはやっぱもう一つそのシャンクなんです。へー。やっぱシャンクってやっぱりまずシャンクが出たらもうプレーがそこで途切れるじゃないですか、うん、そうですね。そこそこ転がって行ってくれてればまだいいんですけど、はい、ペチって言っても横に行っても OB に行くとか、うん、前に進めなくなるわけですよね、うんうん、だからやっぱそういうの行くとなんかボール、キャディーバッグのボールが全部なくなりましたとか、ね、そうですよね。そういうことよく言うじゃないですか、はい、グリーン周り一周しちゃいましたっていう人いますよ、うん、前に行こう前に前に。いや本当本当に一周はした人いるらしいよ。辛い。僕もやっぱ半周ぐらいまで見たことある、はい、ずっとこういう風に見ていく感じになると思うんですけど、前にね、うん、それ何を言ってるのかっていうと、はい、シャンクって連発するんですよ、うん、うんうん、してますよね、うん、するんです。でこれ何で起きるかっていうと、シャンクを直そうとする動きがシャンクする動きなんです。これ分かりますよね。分かんないです。分かんないです。分かりますよね、はい、シャンクを一生懸命直そうとするわけです、はい、それを直そうとしようとする動き自体がシャンクだから、うんうん、一生そのスパイラルから抜けられなくなっちゃう、うんうんうん、これをどこかでこのスパイラルを切らないといけないですね、はい、今日はそのヒントをやっていきたいと思います、はい、今はシャンク病にかかってない方もいつかかかるかもしれないです。そう、私もいつかかかるかもしれないんで、はい、そうなんです。その時のために。そう、上手い人ほどねかかる、うん、だからやっぱり上達していく過程で、うん、やっぱシャンクってね、そういういろんな格言みたいのがあって、うん、やっぱりこのシャンクとナイスショット紙一重みたいなね、うん、言い方もしたりするわけですよ、はい、うん、それだけにやっぱゴルフを上達していくとやっぱちょっと出てしまう可能性っていうのは高いんで、うんうんうん、皆さんそこでね、はい、慌てずに対処できるように今日やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速よろしくお願いします、はい、まあジェンさんね、シャンク出ないんで、うん、打ってもらっても仕方ないんですけど、はい、でもね、僕の中でシャンク予備軍なんですよ、予備軍なんですよね、ちょっと構えてみましょうか、はい、クラブシャンクって大体何で出るんですか、うん、まあでも小単円で出ますね。そうですよね、小単円出る。まあでも小単円、これでいこうかな。はい、さあ今回はですね、はい、これチリトリチリトリね、はい、必ず100均で揃うものでうまくなるでおなじみの、はい、マイケルアスガーです。すごい、はい、やっぱりそのレッスン金額高いじゃないですか。そうです ね、100均で揃える、ね、こういうコンセプトでやってるんですけれども、はい、でやっていきたいんですけれども、はい、要はシャンクっていうのは簡単に前提なんですけれども、まあここでいけばナイスショットですよね。汚いですね。汚いなこれ。皆さんご存知かもしれないですけど、全体的にこのイメージでなんですけど、ジュンさんのクラブ全体的に汚いです。汚な。全体的に汚いんです。だって土ついてるんですけど。うん、そう、ここに至ってはもうかなりダマになってます。昨日のゴルフ場拭いてくれなかったんかな。ゴルフ場のせいですね。はい、でシャンクっていうのは右に飛び出すんですけれども。うん、要はこのネック部分に当たるから汚いこの邪魔になってるんで、そう、そこは取った方がいいかなと思いましたね。そうですね、気になっちゃってもそう
今のところでシャンクのところでここをアップするからね。アップするからね。でここに当たるから右に飛ぶわけですよね、はい、でここで間違えてほしくないのは開いてシャンクしてるわけじゃないですよ。おここ絶対的に覚えて押さえておいてください。そうなんだ。そう開いて右って開いても、うん、あの当然ボールは右に飛び出しますけどペチっていう音にならないし、そんなに右に行かないです、うん、上に行くは行くかもしれないです、うん、シャンクっていうのはここに当たるからですっていうのはまず大前提と押さえておいてくださいね、はいはい、じゃあそれを踏まえた上でやっていくんですけれども、うんはい、シャンクがペチって 出ましたと、はい、そしたらプレイヤーの心理としては、うん、どういうふうに次打ちますか。そうですよね。やっぱりあの右にボールが飛ぶんで左に打ちたくなるんですよ、うんうん、だからフェースを返すとか左に引っ張るとかするわけですよ ね、はい、これをやるとシャンクのスパイラルに陥ってしまう。うん先ほど言ったようにフェースが開く動きでシャンクしてるわけじゃないんで、はい、左に飛ばそうと思った瞬間にもう限りなく次のシャンクに近くなっちゃう。へ何を言ってるのか言ってるかと思うとですね、はい、そこでこれが出てくるわけです。チリトリ。チリトリ。はい、まあ、要するにこれだったらまっすぐ行くけれどもチリトリを叩いてしまう動きはシャンクですよね。なるほどね。シャンクですよね。ここに当たるからね。そう、はい、そうですね。でちょっとこの幅も出してみましょうかね、はい、でこの手の位置、まあ、ハンドファーストで構えてて、うん、要は左に振り込む振るクラブが前倒しでくる、うん、と手の位置変わらなくてもチリトリ打っちゃいますね、うんうん、ここで構えててあシャンクしたくないからこうするとそうヘッドはボールよりも前行きますよね、うん、フェースはかぶってるけど、うん、前行きますよね、はい、だから仮に当たったとしても引っ掛け、うん、でも基本的に前行ってるんでここに当たってシャンク、うん、これがシャンクの一番大きい原因なんですよ。なるほど、うん、シャンクじゃないから気持ちは分かんないでしょ。そうです、うん、分かんないです。そうでも視聴者さんの気持ちになってるということですね、はい、そこがポイントです。ポイントです、はい、じゃあそれどうすればいいのっていうと、うん、クラブの重心を意識して手を動かす。どういうふうに動かすかっていうとクラブヘッドをもうちょっと自分の体の方に引き寄せたいわけですね、うん、その時によくやりがちなのがただ引っ張るだけなんですけど、うん、これダメです。ダメです。こうじゃなくて、うん、ここから手元が前に出れば出るほどクラブヘッドって自分の体の方に来ますよね。はい、来ますよね、はい、だからシャンクが出る人ほど手をボールの方に手を離してあげないといけない。そうそう、こうやって。なるほど。そうするとボールに届かない動きになる。これ今だったら届かないんですけど、うん、シャンクする人っていうのもボールに近づいてしまうんでこうね。そう、ああはい、そうそうそう、怖いからもっとこうやっちゃうんだ。そういうふうになるんだけど、そうだからシャンクする人ほどこういうふうに打たないといけない。これシャンクする人からしたら地獄の動きなわけですよ。確かに、だってここに当たりそうな感じですもんね。来るし、こうね、開くじゃない、はい、だけれども実際はクラブってクラブ自体の重心っていうのは大体このぐらいにあるんで、うん、手が前に出れば出るほどクラブヘッドっていうのは後ろに来ますよね、うん、逆に内側に入れば入ればほど前に来ちゃうんですね。うん、そうこのクラブの動きを理解するとシャンクっていうのは防止できるわけです。あ確かにこう、うん、あだからさっきのシャンク格言で言いました。格言もまだあるんですけど、はい、シャンクを直すときにはシャンクを打つように打てっていう格言があるわけですよ。こうね、そうここで打ちに行く感じで打てば、そう、そしたらクラブヘッドっていうのは基本的にはボールに届かなくなるんで、はい、先に当たることはあっても、うん、ヒールに当たることっていうのは基本的にはなくなってくるんですよ。そう手引いちゃうから、そう手を引くから、そう、こうなる。左の手を打って引くから、クラブがビュンって前に来ちゃってシャンクしてここに当たっちゃうんだ、はい、そういうことなんですよね。なるほど。なのでね、じゃあそのシャンクする人はじゃあどういう練習すればいいのかっていうと、だからこのシャンクする人っていうのは要はこれを締めようとするわけ。締めようとするとクラブヘッドは前に来る、うんうんうん、開けようとすればクラブヘッドは自分の方に来る。なるほど、ね、はい、ボールが右に飛んでもいいからフォローで要は左の脇をちょっと開けていくぐらいの、そうそうそうぐらいの
はい、手術行かなくてもいいですよね。そう、そう、こういう感じね。ああ、こうね。そう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 。ここを開ければいい。開ける感じ。だからこうやってタオルを左脇に挟んだら、うん、構えてバックスイングしたらパカって、そう。こっちだ。もうちょっと浅くしてそうですね。そう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 。このぐらい、左手を離していくイメージにすると、うんうん、逆に言うと、まあ、こういうふうにやってるんで右の肘は体にくっついてます。近いですよね。はい、そう。前何かやりませんでしたっけ？ああ。フリスビー。フリスビー。イエスフリスビー出しちゃいますじゃあ。出します。はい。だからこれで言うとね、はい、ここにクラブがついてるって言ったじゃないですか。はい、でシャンクが出る人っていうのはこうやったのをガーンってやりたくなるんですよ。そう、うん、そうすると右肘っていうのは体から離れるのもあるし、さっきの作用でヘッドが前に行っちゃう。なるほど。じゃなくてエースフリスビーは必ずこう、ね、そう、こういうふうにする。だからは左の手っていうのは遠くに離れてあげないとクラブヘッドっていうのは自分の体の方に入ってこない。うん、なるほど。そう、これはすごいな。ちょっと打ってみましょうか。はい、はい、普通に打てばいいんですか？アプローチね、はい、怪我しちゃうんだよ。うお、怖え。でも今で意識してるでしょこれ。いや、意識してない。意識してないです。あ、でもできるから。だから今すごいやっぱりイエスフリスビーになってたもん。やっぱりなんでますよね。ねえ、そう。だから絶対当たんないじゃん。だから当たんないです。それをちょっとこういうふうに打てる。逆にね。あ、でも当たっちゃうな。ちょっと軽く軽くいってみます、うんうん、当たっちゃうな。こうで当たりますね。やめようかやめようか。当たるね、当たる。でも理論上当たっちゃうんで、そう、うん、絶対そう。今の、うん、このね、これは当たりますね。当たるよね、うん、そうそう。だからこういうふうに動き始めると基本的にはここに当たるんだよね、うん、あ、そうするとこれに。え、じゃあさ、これなしで、うんうん、ああ、だから当たったら引っ掛けなんです。引っ掛かる。だからシャンクで悩んでる人っていうのはシャンク悩むと次引っ掛けなんですよ。へー。当たったとしても引っ掛かっちゃう、うんうんうん、なのでイエスフリスビーの右回しハンドルで行かないといけないわけですよ、うんうん、そうですね。そう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 、まあ、できてましたね。はい、そう。だからジェルさんがシャンクしないっていうのはやっぱこのインパクトからフォローの右肘がお腹の前に入ってくるっていう、うんうんうん、この動きができてるからシャンクが今出ない、はい、わけなんですね、うん、予備軍っていうのはどういうことなんですか？ちょっと逆回りっていうのは、そう、逆回りっていうのはクラブが前に倒れる可能性があるんで。ただほら前回動画見ていただくとこの三角の中に入ってたじゃないですか、はい、だからまだ大丈夫なんだけど、あの上の線を越えてくるようなぐらいの逆回りだとやっぱりシャンクしやすいです。だからシャンクする方の典型的なイメージっていうのは割とこういうふうにシャンクする方も確かにいるんですけど、圧倒的に多いのがもうこういうカット軌道でシャンクしてる方がめちゃくちゃ多いです。だからボールがそれでシャンクして右に飛ぶんで余計もっとこういうふうにやりたくなるんで連発するっていうこのスパイラルに入ってしまってるっていうことですね。本当です。ショートアイアン私ちょっと気をつけてこうやって打つようにしてる。多分それ引っ掛けたくないからとかあるじゃないですか。そう、だから逆にそれがいい方向に行ってるってことですね。こう打ってると、ね、こう打ってる。そう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 、はい、これ分かりましたかね。そうですね。ちょっとコメント欄で分かったか分かんないか怖っ怖っ。俺絶対見ないからね。すいません、僕は見てないですからねコメント欄見て見て見てコメント欄に分かったか分かんないか、やってみて治ったとか治らないとか、そう、またね、そう、他にどんな悩みがあるとか、そう、ぜひね、あのコメントいただければ。リアルに、じゃあリアルに、そうそう、あのリアルに、本当にシャンクで悩んでる方にコメントしてもらいたいな、うんうん、そうですね、ね、治んなかったら治んないって言ってもらいたいし、うんうんうん、逆に治ったとしたら、うん、めちゃくちゃ嬉しいですね。そうですね、はい、じゃあぜひコメント欄に、はい、治ったか治らないか、はい、分かったか分からないか、はい、ちょっとね怖いただければなと思います。はい、はいはい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。マイケルさんのチャンネルもぜひチェックしてみてください。